里崎チャンネル。こんにちは。こんにちは。関西。はい。はい、あ、そういうことか。そうそうそう。関西のチームもやるよってことですね。そうそうそう。はい、あのでも阪神はね、大阪じゃないよっていうね、コメントもあったんでね。はい。甲子園は大阪じゃないですか。ああ、そうだ。兵庫県西宮ですね。そう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 。うん、確かに確かに。はい。あとね、あの阪神の情報が少ないから、その時阪神嫌いやっていうコメントがね、結構あるよっていうね。はい、うんうん、まあ昨日か一昨日に続いての嫌いじゃないよっていうね、はい、の言っとこうと思って。はい。はい、ね、そんな全然全くそういうことはないですからね。うん、そうですね。はい。さあということで、はい、オリックスと阪神っていうところで、はい、今日オリックスから。はい。オリックスはですね、去年のキーマンはディクソンと若月です、はい、でディクソンが、39試合登板、うん、で0勝4敗、うん、防御率 3.28 でセーブが16、うん、まあそんなめちゃくちゃ悪くないけど結構やらかしたところを見すぎてやらかしちゃったなっていうのもあるけどね、印象に残ってる、うん、俺が解説の時に、はい、あと、まあ、ロッテに、うん、あの開幕6連敗とかあったんで、はい、でそこでなんかあのさよなら押し出しだったかな、うん、なんかっていうのもあるし、はい、でも今年からなんかディクソンが前になるかもっていう話もあるし、まあ、であとはね平野がね、はい、復帰したんで、うん、メジャーからね日本に、そうですね、うん、でヒーツっていうところで、はい、まあ、外国人ね全体的にいつ来日するんだ問題もありますけども、はい、そこがね、うん、うまく後ろで回れば、うん、面白いね形を作れるかなと、はい、っていうところでね、まあ、ディクソンでキャッチャー若月って言ってるんです、はい、若月ね前半打ちまくったんですよ、はい、すごかったですね、すごい本当すごかった、はい、打撃開眼みたいなね、うん、フォーム変えて、はい、それはちょっと終盤シューってなって、はい、結果的に、2割4分だから若月の中で打ってるよね、はい、で最後は伏見が出てきて、うん、まあでもやっぱもっと活躍しなきゃいけないってことだよね、キーマンとしてでもねオリックスが去年ダメだった理由は簡単なのよ、はい、ロッテに負けすぎなのよそれだけ、あーロッテとの相性が本当に良くなかったんですね、うん、だって借金それだけ10何個あるからね、はい、だからそこだけ改善していけばいいんだよ、はい、でもオリックスにはいい選手がいっぱいいます、はい、いい選手がいっぱいいるけどそれに続いてほしいっていうのもね、うん、あるけども、はい、今年、まあ、なんとかしてそのいい選手のオリックスを勝たしたいじゃないですか、はい、そこでキーマンはこちらです、正、はい、しく野手は、うん、佐野皓大です、はい、ひょっとしたら、うん、今シュートに並ぶぐらい足速いかもしれない、へー、そこまで本当に速い、うん、はい、下手したら佐野の方が速いかもしれない、わかんないわかんないけど本当に速い、はい、もう去年はどのぐらい走ってるんですか、ん盗塁20個おお、77試合で、うん、だからダイソーとかでね出るところもあるし、だからこれね佐野がね、うん、センターで一本立ちできれば、はい、それはもう、うん、袴田さんはね、はい、辰巳がゴールデングラブ賞って言ってたけども、はい、佐野がゴールデングラブ賞あるかもよ、はい、取っちゃいますかっていうぐらいの期待値はある、うん、打つだけよ、あとは、はい、去年が2割1分4厘、はい、でもアッシーはもう超速いから、うん、だからここがもしうまく1番とかで2番とか、はい、まあ、そこら辺で回れば、まあ、あのジョーンズ、うん、モヤ、外国人が打たなきゃいけないのはもうマストなんだけども、はい、そこが出てかき回せれば、うん、吉田正尚とか返す人はいるんで、塁に出て、うん、得点源が増すから、はい、佐野が何気にキーマンとして頑張れば面白いんちゃうかっていう、うんうん、あ、確かに西武の、 あの秋山選手がいた時に塁出てみんな返すみたいな時みたいな感じで、足超速いからもうランナー出たらもう相手バッテリーはピクピクよ、うん、もう気にするぐらい塁出て走って、でもし、ね、うん、シュートと同じように塁出る力が出れば、はい、もう40個以上は絶対できるの、はい、盗塁が、へー、だからそうなればね、うん、やっぱこの得点が入らないオリックスの一気のこのバリエーションが作れるから、はい、うん、佐野をキーマンに押したいんだよ俺は、おー、なんか活躍したら一気にチームが変わりそうな、全然変わる、だからあとはね、うん、もう打つだけなのよ、はい、どうなんですかバッティングは、だからもう向上してください向上してくださいしか言いようがないよね、はい、でもシュートもね、うん、去年自分で出る力を持って打ったわけだから、はい、そういったのはできないことじゃないから、うん、セーフティーとかもね、うん、大事だし、あと内野安打とかも出る足の速さあるから、はい、そういった面でももう足を生かしながら、うん、しっかりバッティングも向上させて、はい、うまく回ればオリックスの打撃は、うん、すごい飛び道具を手にすることになるんじゃないのかなっていう、お、まあ、ピッチャー陣いいですしね、うんうん、やっぱり吉田に続くニュースターがね、うん、欲しいんで、はい、そこはね里崎チャンネルでは、うん、佐野をね押していきたいなと、お、ちょっと注目して見てみますよ、いや本当にもうハマってほしい、はい、だ一気にね、うん、全国区になる
力はね、シュート同様あるんで、うん、はい、頑張ってほしいですよね。はい、で続いてピッチャーはこちらです、はい、山岡です。まあ、昨年ね、はい、あれ開幕2戦目に千葉での時に脇腹かなんかやっちゃって、はい、長期離脱よ。すぐ離脱しちゃいましたね。そう、あれがね、痛かった、はい、オリックスはやっぱ山本一人っていうのも、うん、でその中で、まあ、去年はね4勝5敗防御率 2.60、はい、あとね抑えてるのにやっぱ援護点がないっていう、うん、あの山本と同じような、はい、あの感じになるんだけども、まあ、ここ山岡がね1年間しっかり頑張ってくれて、はい、まあ、山本と2人で、まあ、25勝以上、はい、できれば面白いね。できそうですよね。できる力はある。だからあとはもう攻撃力よ、はい、その援護点が取れればできるよ、うん、だそうなった時に援護点を増やすために佐野よ、うん、2人で上がる。はい、おお、こうなる。そうそうそう、そうなればね、はい、先発はだって山本、山岡、うん、田島、うん、でまあもしディクソン来ればディクソンとか、うん、でまあ若手のね、はい、選手で言った阿部とか、うん、中川、宮城とかがうまく入ってきて、うん、まあヒギンス、うん、平野とか、うん、あとは山田とか、うん、で後ろは結構いい選手いっぱい、ね、出てきてるから、うん、そこら辺がハマっていけば、はい、いい感じで投手力は作れるから、うん、あとは打つのみなのよ。投打かみ合ったらすごい強くなりそうな顔。そうなんすよ、ありますね、それに騙されるのよ。私準予想3位って言ってましたからね。そうなの、はい、高いね。でもまだそれ正月だから。正月なんです、ね、正月から開幕までもうだって約3ヶ月経ってるからね。経ってますね。頼ってる、それは変わるっしょ、はい、でも、うん、正月から比べたら、はい、平野いなかったからね。そう、増えてるんですよ、うんうん、これでまたお尻がね、カチッと固まったりした。そうそうそう、面白いよ ね、うん、ね、いや、いつもいいチームに見えるのよ、はい、オリックスは、うん、でも、去年のオリックスの中では、まあ、いるっちゃいるけど、いないっちゃいないっていうね、言ってましたね。もうこれはもうオリックスの中では、うん、もうオリックスファンの中では、うん、もうあるらしいよ、はい、流行対象らしいよ。流行語大賞ですか。ハマったんですね。ハマったらしい、はい、ネットの中ではね、はい、でもまあいいのよここは、うん、だから強そうに見えてきたな。いやいや見えるんですよ、すごい。優勝率は高いかもしれない。しかも佐野が2割7分ぐらいで盗塁40個するやろ、うん、で吉田、ジョーンズ、モヤが、はい、おいおいおいみたいな、うん、ちょっと下位打線寂しいからそこ修正しなきゃいけないなっていうところがまだね、まあうん、絶対的な強さが見えないところよ。なるほど、そうかそうか、そこの大きい選手に続く選手、ね、そうだからそこの中では紅林とか、うん、はい、まあ、杉本とか、うん、そこら辺がね頑張らなきゃいけないわけよ。いつそういう人たちが覚醒するか分かんないですしね、うん、覚醒したら面白いよ、うん、あと大高とか、はい、うん、この選手たちは、まあ、いい素材がいるんでね、はい、ここの頑張りがだからちょっと全体的にいるよね、うんうん、その格がやっぱ格がね少ないのよ、はい、吉田っていう一角しかないから、はい、バッターがね、そう絶対活躍できるやつが吉田しかいないから、はい、そこをあと8人埋めなきゃいけないからね、はい、そういった面ではまあ期待値はあるね、はい、伸びていけばね。いや楽しみです、うん、その中でも俺はもう佐野を押したいですね、はい、いやもう大注目します、うん、そしたら、はい、佐野がうまく機能すれば、うん、山岡、山本がひょっとしたらよ、うん、2人で30勝ありえるんだよ。15-15いっちゃいますか、うんうん、ひょっとしたらね、はい、それぐらいポテンシャルあるから、うん、そこら辺はね打撃陣がしっかりカバーしてもらいたいなというところがあります、うん、はい、さあ続いて阪神です、はい、阪神はですね昨年のキーマンが大山、藤川つけました。はい、大山はね、うん、まあ、4番として、まあ、この数字じゃ2019年、うん、皆さん物足りないですよねと、うん、ここからもっと4番になるには打ってほしいですよねって言った中でホームランがね28本、はい、打点85、うん、打率2割8分8厘、うん、全項目上げてきて、いやそ試合数が少ないにもかかわらずホームランバユってるんですよ。そうそう、うん、だからこれもしねあったら35ぐらいはいってたね、うん、ホームランすごい143試合あったら、はい、で100打点はね多分いってたと思う、うん、はい、だそれぐらいはねもう今阪神4番大山はね、うん、大きくなったなっていうところで、はい、2位ですから、うん、しかも藤川はねキーマンって言ってましたけども、まあ、最後はね、はい、まあ、引退っていう形になりましたけども、はい、功績としたらね本当に素晴らしかったなっていうのもあるし、はい、まあ、西武もねあともうちょっとあと7個でね名球会でしたけども、うん、最後はまあもうねなんか手術をなんか複数回しなきゃいけないぐらいっていうね、うん、情報もありますし、まあもうお疲れ様としかないですよね。はい、そうですね、はい、でもその後ねソアレスが引き継いでしっかりとした形をねタイガースも作ってるっていうところでね、うん、はい、中継ぎ陣の安心感はあるかなっていうところで2位です。はい、去年今年、はい、優勝いかなきゃいけないですよね。はい、優勝いくためのキーマンはこちらです。はい、
ダルルルルじゃん、ダン野手は、はい、木浪、糸原の二遊間コンビです。はいはいはい、まあ、この二人ですね、うん、やはりタイガースの、うん、もう一番の、はい、もう補わなきゃいけないのは、うん、エラーなのよ。はい、もうエラーさえ減らせば優勝できるのよ。いつもね言ってますね、うん、だからそのためにはこの二遊間の木浪糸原の二人がやっぱりエラー数を減らして、うん、しっかり打撃でも活躍するっていうところができれば、はい、普通に優勝もありえるんじゃないですか。はい、打率はいつもどのぐらいなんでしたっけ。木浪が2割4分9厘、はい、で糸原が2割4分9厘、糸原が2割9分4厘。おお、だからいい形でね、そうですね、2人とも、できてるんで、うんうん、ここがね、だから守備のミスを、はい、まあ、これはもうね、うん、2人だけじゃなくてチーム全体だけども、はい、まあ、センターラインがね、だから梅野、木浪、糸原、近本、このセンターラインがきっちりすることによってのチームの格下できるんで、はい、そういった意味では、まあ、打撃もそうだけど守備面の二遊間のね、うん、プレーっていうのも補っていかなければいけない、うん、もしくは補えればね、はい、もう普通に優勝です、うん、はい、なんかうまくいきそうですよね、うん、あとは、はい、外国人です。はい、あの、まあ、マルテ、サンズがね来日してるっていうところで、はい、まあ、大きくねロハスが、まあ、新外国人がね、うん、来日してないんですけど、まあ、サンズ、マルテがね、はい、来日してるっていうところで、まあ、大きなマイナスはないかなと、うん、あとドラフト1位のね佐藤君がそうだ、まあ、いい形でね、はい、ここまで来てるんで、うん、まあ、ポジションがね、うん、まあ、どうなるのか、サンズファーストなのか、マルテファーストなのか、うん、佐藤君は外野なのか、サードなのか、はい、大山ファーストなのか、まあ、いろんなバリエーションがありますけど、多分、まあ、佐藤君開幕スタメン出そうですね。はい、でしょう、うん、そうなってくると、まあ、この佐藤君がね、うん、うまく回れば、はい、打撃陣のね長打力っていうのを増すし、うん、1、2番の、まあ、糸原、木浪、うん、まあ、1、2番入るかどうか分かりませんけども、まあ、入ってくればね、はい、そこクリーンアップに回せて、うん、守備面もがっちりできれば、うん、あれ優勝みたいなね、うん、なんか打撃陣もすごい熱い感じしますね、うん、安定してきたね、うん、厚みを増してくるし、うん、その中でまあディフェンス、はい、力を強化できれば、うん、面白いんじゃないのかなと、はい、いや、交換がいい打線だな。いや、でそうですね、で去年2位で、うん、そこ改善されていくと、うん、でオープン戦とかではね、佐藤君2番とかに入ったのを試してたけども、はい、まあ、俺は佐藤君2番じゃない方がいいと思うんだけども、うん、まあ、もうちょっとね、ゆったりできるところの、はい、まあ、無理なく6番とかでもいいのかなっていう感じはありますけども、はい、まあ、楽しみな、うん、だからタイガースやっぱ楽しみですね。だから今年本当優勝予想多いと思いますよ、はい、お正月のね、はい、10位優勝予想ではね、私1位にしてる、1位で1位にしてました。で僕はまあ3位にしてましたけども、はい、あの、まあ、どうなるのかね、まあ、分かりませんけど、上がってくるかもしれないし、はい、あとはね、はい、ピッチャーです、はい、ピッチャーこちらです、うん、藤浪です。いやー期待したい、いい感じで投げれてる、はい、今オープン戦も含めて、うんうんうん、だからこのままいけば先発だね、はい、で昨年もね、あの途中リリーフになってすごいよくね、うん、あれの経験はすごい良かったんじゃないのかなと、はい、でまあ、勝ち星はね一勝でしたけども、うん、あの、まあ、いいところも見せれたんで、はい、まあ、それをね今年発揮復活、はい、できるかどうかは非常に大きなウェイトを占めてるし、うん、まあ、タイガースファンの皆さんはね、はい、まあ、期待値も大きいんで、いや、そうですよ、あの、この藤浪のね復活が一番のキーマンになってくるんじゃないのかなと、ローテーションでがっつり回っていただいて、うん、だから10勝だとね、うん、2015年以来だから、はい、15年に14勝7敗、うん、で16年7勝11敗だから16年からはもうちょっと下降線をね辿ってるっていう、連続10勝してたのにっていうね、そう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 、うん、だからこのやっぱ藤浪の復活がね、はい、やっぱ一番のキーマンになるんじゃないのかなと。10勝できたら大きいですよ。10勝できたら優勝です、うん、お、じゃあもう本当に藤浪投手の活躍次第っていうところありますね、うん、いや、それはあると思うよ、僕、うん、は西とかね、はい、安定的に、まあ、勝ってくると思うし、怪我がなければね、うん、そういった意味ではね、はい、中継ぎ陣も、まあ、安定している部分もあるし、うん、まあ、もう藤浪が、うん、だ投手力がいいんだもん、はい、いい感じで回ってるから、はい、藤浪受賞したら優勝です。優勝、お、それぐらいキーマンです。いや本当 だ、はい、だって想像するも藤浪受賞できたらそれ優勝やろって思っちゃう、うん、で他もまあ結構ちゃんと、うん、まあ、普通に活躍すると思う、うんうん、やばいね、ちょっと、うん、木浪と糸原がエラーも少なくてしっかり1、2番で回って、はい、藤浪受賞したら、はい、優勝です。いや、これをやってからの順位予想きついな、どこも優勝するように見えるね、うん、感じてきますね、うんうん、どうする。そうですね、だってもう佐藤君もあんなに打って、はい、大山で丸でもこの前ホームラン打ってたし、はい、どうなんだろうな、サード大山、うん、キャッチャー梅のサード大山、うん、ファーストマルテ、はい、で木浪糸原の二遊間、うん、でサンズ近本
佐藤君が外野か、はい、あ、なんかすごいいいですね。いいね、いいですね、うんうん、で迫力ありますね。でローテーション誰やろな、ちょっと見てみよう、うん、はい、ローテーションピッチャー、まあ、チェンでしょ、はい、西、うん、で藤浪、はい、で高橋がね、高橋ちょっと出遅れてるんだよね。で、まあ、青柳でしょ、はい、いいね。スアレス中継ぎとか、うん、ガンケル、エドワーズ、小野期待のね、うん、で馬場で、まあ、岩崎もいるし、うん、あ、そうですね。で岩佐田もいるでしょ、うん、で岩田、秋山もいるしね、はい、桑原、望月、小川、うん、強い、お、強いお強いね、これね、はい、お、佐藤さんの優勝予想どうなるんだろうな。いや悩むな、これ。そうですね、うん、まあ、この後にまだ巨人の動画もやりますからね。そうそう、うん、強い強い阪神、はい、まあでもこれキーマンがね、うん、できればの話だけどね。はい、うん、そうです、そうです。今二遊間と藤浪投手の話しましたから、そこがうまくはまれば、うん、まあ、そう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 っていうところですよね。期待値がね、はい、いや、上がる一方、楽しみですね、はい。